今日はウォーキングする時の靴の正しい履き方についてお伝えします。紐をほどきます。そして履き口をしっかりと紐を緩めて広げますよ。そして靴を履くときは靴べらを使ってくださいね。かかとを踏みつけてしまうとかかとがぐちゃんとなってしまって、せっかくここで支えているのに靴がダメになってしまいます。必ず靴べらを使いましょう。履き口を広げておいて靴べらを差し込みキュッと入れます。はい、そしてかかとを、靴のかかとと足のかかとをしっかり後ろにつけるためにこんな風にします。かかととかかとがぴったりくっついたことを確かめてしっかり紐を締めていきます。こんな感じですね。はい、そして紐を締めます。この時にちょっと秘密の縛り方があるんですが、一度締めます。そしてリボン縛り、そしてもう一度通して締めます。キュッ、これで緩みにくいです。こうするとここが2回留めることになるので紐がほどけにくいです。靴のかかとを持って足を上げてもちゃんと靴がこうついてくる、こういう状態にして履いてください。紐をほどくときはシュッとやればほどけてしまいます。はい、脱ぐときは必ず紐をほどきましょう。そして紐を緩めてかかとを持って脱ぎましょう。今日はウォーキング靴の正しい履き方をお伝えしました。快適な履き心地を得るためにもぜひこの履き方をお試しくださいね。靴店の詳しい情報はホームページの方で紹介しております。ミキヤ靴店、ミキヤ靴店で検索お願いします。はい、また電話でのご相談も受けたまわっておりますので、どうぞお気軽にお問い合わせください。はい、お待ちしてます。